とも。買い物してますか？買い物してますか、ルルちゃん。今日はルルちゃんのものはないよ。はい。納豆といえば、もう納豆はこれしか買わないです。基本。おかめ納豆の国産香るかつおだしだ、かつおだしだれ付き。こちらでございます。これが一番うまい。豆がね、大きいんです、これ。続きまして鶏肉です。今日ねトライアルじゃないんで、今日トライアルじゃないです。トライアルじゃないので、バナナもトライアルじゃない。甘さぎっしりスイーツっていうトライアルバナナの方が好きなんですけど、こちら買いました。あとはね R1、 なんか R1、 なんかこのなんか書いてあって、これなんだろうみたいな。フォー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 、ドゥドゥドゥ。これ自分で書く場合、自分で書けって話ですね。よーわーよーよー、チェギラッチョー。ピーマン安かった。99円、熊本県産。熊本港の近くで親の代から30年以上栽培しています。生産者前田さん。前田さんありがとうございます。前田さんのピーマン99円でした。安いな、30年ピーマン。まあ、ピーマン以外も作ってるかもしれないですね。結構これいっぱい入って99円ですよ。安い。こんだけ入って99円は安いな。はい。ちょっとね、北斗の船姫路が上がってましたね。30円ぐらい値上がってたんで、こちら、博多の99円の。30円けちりました。北斗か、博多か。こちら、ルルちゃん。はい、卵。九州だより。九州だより買ってきました。で、こちら馬かねき99円。99円。おお、99円。はい、ジョージア89円。まあでもね、なんだ、トライアルはね税込みなんですけど、トライアル税込み記載なんですよね。ここはね税込み記載じゃないんですよ。これは福地ホワイト八戸のこれ、トライアルのニンニクよりこっちの方がでかいしうまい。ニンニクはねトライアルよりこっちの方がうまいですね。トライアルで置いてるやつより、トライアルで置いてるやつちっちゃいんですよね。はい、あとは99円だったんで買ってきました。な感じかな。今回の一番高いのが250、あ、ニンニクが一番高いな。これ200、あ、でもこれ299円。あ、これとこれ一緒。このバナナ高いんですよ。299円なんで、まあ税抜きですけど、これも299円なんで、これが一番高い。次が255円。卵もね50円ぐらい上がってますよね。これ昔190 170、これ今250円ですね。これ今250円で、これ222円でしょ、うん、いやー、ルルちゃんの大変ですよ。もうね、ちょっと夜がね、夜が大変です。ルル姫が痛い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 。ルルちゃん痛い、噛んでくる、これね、手もねめちゃめちゃ噛んでくるんですよ。本当に
こう手を噛まなければもう本当ありがたい。こうね手をね噛んでくるんですよ。ルルちゃんもうツンデレですね君は。ルルちゃん、こうね、本当ね、手がね、獲物なんじゃないかみたいな、こう狙ってますよ、狙ってる。その手はね美味しくないんだよ。たまにね手を舐めてきてね甘えたりね、よくわかんないな。猫はよくわかんない。どうもー。痛い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 。ね、よくわかんないですね。甘えてきたり噛んできたり、もう噛んでくるのは甘えてるのかな。でもおそらくね目薬の影響だと思うんですよね。ちっちゃい頃ね、ちっちゃい頃この手でね掴まれて無理やり目薬ずっとやられてたんで、やっぱこれが敵だと思ってるかもしれないですよこいつが。ルルちゃんどうなんですか。噛まれすぎだよ、噛みすぎ。まあ、ということでね、だいぶねこのね見てください、いい感じでしょこれ。おかっこいいな。終わりまーす。